はい、皆さんこんにちは、のぺんです。ザ・シムズ4をやっていきますでしょう。さあ、前回はこの感染の元凶、マザープラントを発見しましたね。で、ルリカちゃん戦いを挑んだんですけど、返り討ちに遭ってしまいました。なので、あのマザープラントを倒すために仲間を集めましょう。で、仲間にワクチンを打たなければいけないので、で、その今、試作ワクチンを取りました。で、どっか頭のおかしい人、感染してる人に、この試作ワクチンを試していきましょう。よし、やっていきます。さあ、頭のおかしい人じゃなくて、支配下だね。ごめんね、頭のおかしいとか言って。で、大体支配下になるのは夜だから、夜になれば、その、感染した人が現れるんじゃないかなって思うんだけど、どうかな。で、現在、今、時刻は19時半。さあ、どうかな。ワクチン試してみたいんだけど、これみんな大丈夫なのかな。みんな感染しないのかな。めっちゃ菌回ってるけど。さあ、どうかな、どうかな、出てくるかな、いないかな。あ、いた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 、いました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 よ。これ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 。じゃあ、ルイカちゃん、この人に試作ワクチンをテストしてみましょう。はい。あー、大丈夫かな、この人。もう目やばいもんね。めちゃめちゃ怖いんだけど。さあ、ルリカちゃん、この人に試してみよう。やべ、もう顔が半分も上がっちゃってるので、ね。あで、あどうもどうも、あ何しに来たのみたいな感じなのかな。で、はい、オッケー。あ、そんなかけか。顔にかけるんかい。ワクチンは反応らしいものを示しましたが、感染を完全に駆逐するには至りませんでした。胞子の支配下にあるシムでさらに、テストを続けて反応を調べましょう。あー、ダメなんだ。ただ汚れちゃっただけか。そうか。じゃあ一回研究所に戻ろう。ハルシー行くよ。さあ、試作ワクチンもっともっと作りましょう。まあまだ試作の段階だからな。あれからハルシー、支配下になることが少なくなったね。ちなみに、あー、支配下ちょうどでございます。ハルシ、待て、じゃあハルシにワクチンを試してみよう。さあ、早くワクチン作っちゃいな。で、ルリカは試作ワクチンを完成させました。 OK。 はいはい、じゃあハルシ、じゃあ何やってんのハルシ。試作ワクチンをテスト。はい、ハルシ、さあこっち来なさい、こっち来なさい。で、止まってなさい。よし。さあ、ルリカちゃん、急いで。で、冬祭りは最悪でした。そうだよね。おい、私、クリスマスに何をやってるんだか。さあ、試作ワクチン、ハルシに試してみましょう。おりゃ。何をするんだ。で、どうだ。あ、で、なんか悲しくなっちゃった。どうした。ワクチンは反応らしきものを示しましたが、感染を完全に、駆逐するには、至りませんでした。これ何回やらんといかんのかな。じゃあもう一回。じゃあ、試作ワクチン。前、もう一回こっち来て。さあ、で、支配下の人たちを探しましょう。いるかな。さあ、どっかにいるんじゃないかな、支配下の人たち。あ、いた。よし。あ、さっきの人だ。じゃあ、この人。はい。じゃあ、試作ワクチン。別の、人か。別の人じゃないとダメなんだ。そんな縛りあんの？ね。あー、いた。よかった。ちょうどよかった。じゃあ、あなた。じゃあ、試作ワクチンをテストします。はい。さあ、正気に戻ってくれるといいけど。さあ、バシャー。他になんかいいワクチンないのかな？この顔にかける系のしかない。あー、よかった。はい、成功です。ワクチンの感染の、駆逐に成功しましたと思ったら、あ、寝ちゃった。はいはい。秘密研究所に戻って、化学分析装置で感染対策ワクチンを作りましょう。じゃあ、こっからどんどん作っていこうか。で、これは何？電池ドリンク。あれ、ワクチンのこと？なんでそんなん持ってんの？さあ、頑張れ。ワクチンを作りまくれ。できれば、ハルシー、このワクチンを接種してもらいたい。じゃあ、今日は仕事行こう。うん。じゃあ、じゃあ、ハルシも、はい。じゃあ、このハルシにワクチンを投与しましょう。はい。さあ、ハルシ、正気に戻ってくれ。
さあ、こっちいらっしゃい、こっちいらっしゃい。で、あー、バシャッ他になんかいい方法ないのかな。で、これで、あ、気分がだいぶ良くなった。思考もはっきりして、頭の中のあのひどい音も消えたよ。あー、そうだったんだ、苦しんでたんだ、ハルシ。あー、感染者は、亡くなってるね。オッケーオッケーオッケー。さあ、で、ルイガちゃん帰ってきたね。お帰りなさい。じゃあ、ワクチン何個が作ったから、まずは、ももかちゃんにワクチンを、接種してもらおう。ちょっと待って。はい。なんで水着なんだろう。てか、腹筋すごいな、ももかちゃん。すごいね。じゃあ、ルイガちゃんに、コマンドを移して、で、こっから、ワクチンを飲んでもらうとかってできないのかな。ワクチン、ワクチン。どうなんでしょうかね。あー、ダメだ。ないなー。なんだろうな。まあ、とりあえず、敬礼でもしようこう。感染してる人にやらないとダメなのかな。じゃあ、また街へ繰り出して、あれだね。このワクチンを投与するしかないのか。あー、で、敬礼してくれた。ありがとう。じゃあ街へ繰り出すぞ、ルリカちゃん。さあ、で、到着しましたけど、そうだな。じゃあ、エルウィン君にワクチン投与してもらえるかな。あー、できるね。そうか、この街の人じゃないとできないのか。多分そうだよね。あー、で、しまっちゃった。エルウィン君、待って。君にワクチンを飲んでもらいたいんだ。はい。じゃあ、ルリカちゃん、来なさい。で、バシャッ。うわ、何するんだが、もう、ひどいじゃないか。エルウィンはワクチンを投与されて、一時的に感染から守られています。はい。で、じゃあ、エルウィン君、待ちなさい。で、マザープラントと戦う仲間に誘う。よし。で、エルウィン君、なぜそっち行ったの、行っちゃうの。ルリカちゃん、こっちにいるから、待って。あー、で、戻ってきた。よかった。はい、エルウィン君、マザープラントと戦う仲間に誘う。もう、エルウィン君、行っちゃダメじゃない。私、すごい心配したんだから。で、どこ。なぜ、店の裏側に。さあ、エルウィン、この街の感染源を一緒に倒しましょう。いいよ、マザープラント退治に協力する。ストレンジャーバレーから、この恐ろしい感染症を取り除かなきゃ。あ、勇敢だね。私、見直しちゃった。あなたのこと、ただ、痛いオタクだと思ってたけど。よかった。で、じゃあ、ハルシ誘おう、ハルシ。ハルシも戦ってくれ。おじいちゃん、こっち来てくんない？私今からマザープラントと戦おうとしてるから。はい、ハルシが今すぐやってきます。で、ハルシは、どこかな？あ、いた。じゃあ、ハルシ、マザープラントと戦う仲間に誘う。あー、よかった。こうやって誘えばいいのか。さあ、ハルシ、こっち来なさい。おじいちゃん、お願いがあるの。おじいちゃん、ねえ。さあ、ルリカちゃん、エルウィン君の、話し込んでないで。さあ、おじいちゃん、こっち来て。おじいちゃん、実はこの街が大変なの。あの憎き、マザープラントを倒そう。え、いいよ、マザープラント大臣に協力する。ストレンジャーバレーからこの恐ろしい感染症を取り除かなきゃ。よし、いいぞ。で、あー、しまった。じゃあ、これを願望を変えまして。これだね。よし、まず2人まで。増やしました。で、お次は、そうだなー。あと誰かいないかな。とりあえず、こっち来てもらおう。今すぐ、いる場所で誘う。ももかちゃん。あー、いいね。あと1人必要なんだよね。あー、で、ももか遊びに来てくれる。よし、遊ぼう。さあ、ももか、あ、で、水着できちゃった。じゃあ、この感染症の対策ワクチンを投与。さあ、ももか、素足で大丈夫なの？足痛くない？さあ、あー、バシャ、もう何するのよ、ルリカ。ひどいじゃない。でも、これで、あー、で、なんかめっちゃ怒ってる。さあ、で、ももか、大変なの。私と一緒に戦ってくれないかしら。
のかな。ももか、戦って。あ、いいよ。ママプラント退治に協力する。ありがとう。で、これで仲間を集めたのかな。じゃあ、今から、マザープラントを倒しに行きましょう。この3人の仲間と一緒に。エルウィン、痛い。で、ハルシー。よし、いいね。さあ、倒しに行くぞ。はーい。どうも、研究所。4人で行きました。じゃあ、今から行きましょう。さあ、まずはカードキー。とりあえず、一緒にここに移動する。さあ、みんなこっち来るよ。まず、一緒に移動する。さあ、こっち来て。で、ルリカちゃんは、こっち。カードキーを使う。さあ、で、カードキーを使って、まず入れるようにしました。じゃあ、こっちの地下の方へ行きましょうか。確か道は、こっちだったね。はい、じゃあ、一緒にここに移動する。で、ここ、カードキーね。はい。あー、ハルシー、すげえな。このテレポートめっちゃ便利だな。私たちも連れててくんないかな。で、エルウィン君はどこ行った？あ、来てる来てる。よいしょよいしょ。逃げてないね。じゃあ、次は、こっちだな。で、ルイカちゃんめっちゃ疲れてる。まずい。大丈夫。うん。ここ。はい、一緒に移動。さあ、みんな一緒に行くよ。これ連れてくのも大変だな。じゃあ、こっち。はい。さあ、みんな一緒に来て。ももか来てる。エルミン君も来てる。よいしょ、いいぞ。じゃあ、こっち。はい。さあ、みんな。このストレンジャーバレーを私たちで救うのよ。よし、来た。じゃあ、行くぞ。はい、カードキーを使う。みんな、驚かないでね。さあ、カードキーを。はい。スポッと。で、さあ、マザープラント、観光生。じゃあ、一緒にマザープラントと戦う。いや、まずは挑発しよう。まずは挑発。やーい。マザープラント。そんな挑発あんのかな。で、あれ、エルミン君はどこ行った？あー、帰るな。やばい、帰っちゃう。待って。あー、で、支配下になっちゃってるよ。大丈夫？意思疎通する。まずい。なぜワクチンを。あれ、まずい。ちょっとしっかり。もうやばい。支配下になっちゃってる。しっかり、ちょっと、ハルシ、何とかして、正気に戻す。よし、よかった。で、一緒に移動する。はい。ちょっと、ハルシ、何とかして、はい、正気に戻して。危ねえ。早く正気に戻さないと。エルミン君が帰っちゃう。ルリカ。気を確かに。ほらー、どうだ？よし、治った。オッケー。じゃあ、マザープラント戦う。感染者の特質がある間は、マジか、感染者になっちゃってんのか。あ、やっぱり。じゃあ、ワクチン打たなきゃ。よかった、ワクチン打ってて。じゃあ、持っててよかった。はい、じゃあ、自分にワクチンを、はい、打つ。そうか、防護服持ってたから、あれなんだね、あれだったか。うん。じゃあ、はい、3人で。はい、じゃあ、行くよ。さあ。みんなでマザープラントを倒すんだ。うわあ、でもなんかめっちゃ後ろから来てる。大丈夫ですか。やばい。で、うわあ、マザープラント許すなー。この町から出ていけー。責任者出てこーい。で、あ、これパラメーターあるね。はい。マザープラントがチームに感染させようと、させてきましたと。はい。で、感染が手に負えなくなる前にマザーを倒しましょう。で、これが、マザープラントにアクションを行って、マザーの生命力を削ろう。あ、そんなことできるんだ。メガスプレー。やべ、頑張れ。さあ、メガスプレーだ。あ、これがメガスプレーっていうのね。じゃあ、ワクチン対策、じゃあ感染対策ワクチンを投げる。さあ、みんな戦うのよ。
頑張って頑張って。お腹減ったって言ってる場合ではないんだ。さあ、どうだ。よし、だいぶ、あれだね、集中力を欠いてる、向こうは。響くおたきび。はいはいはい。これは？さあ、頑張れ頑張れ。いけー。さあ、どうだ。やばい、感染者たちが。大丈夫か、大丈夫、大丈夫ですか、大丈夫ですか。なんか嫌がらせしてない、大丈夫。で、あー、撤退撤退撤退、なんか喋っていい。大丈夫。あー、撤退はしてないね、よかったよかった。あれ、あー、大丈夫大丈夫。大丈夫か。あー、マザープラントは強敵です。あー、そうなの。じゃあもう一回やろう、もう一度戦いを。はい、一緒にマザープラントを戦う。はい、さあ、もう一回戦うぞ。意外とまだ戦い方が分かってなかった。頑張ろう頑張ろう。はい、メガスプレー倒せたと思ったんだけどな。で、集団に命令。ガンガン攻撃。しまった、私撤退をしちゃったから。みんなが撤退しちゃったんだ。さあ、みんなこいつと戦うまで帰れないからね。で、激怒している。マザープラントに対するシムと仲間の攻撃力が上がります。感染しやすくなる。あ、そうなの。大丈夫大丈夫。さあ、頑張れ頑張れ。さあ、どうだどうだ。で、感染者たちがめっちゃうろうろしている。大丈夫。じゃあ、集団に命令。ガンガン攻撃しよう。やべえ、この攻撃かわしてんのかな、ルリカちゃん。すごくない。さあ、頑張れ頑張れ。さあ、どうだ。さあ、倒すんだ。みんなでモンストレンジャーバレーを救うんだ。あー、で、ハルシンハルシン、ほら、何をサボっている。さあ、頑張って頑張って。エルウィンエルウィン、大丈夫。やばい、エルウィンがなんかいつもよりかっこよく見える。うわー、すげえ。やばい、なんか私好きになっちゃうかもしれない。さあ、で、これでどうだ。で、チームの感染レベルも今相当高いね。ああこれは？はい、獲得した報酬おめでとうございます。邪悪な支配者マザープラントは倒されました。英雄的な、勝利を記念するマザーの一部も手に入れることができました。これは家に飾ることができます。で、今日はちょうど大晦日でございます。よかった。マザープラント蘇らせる。そんなん嫌だよ。あー、で、なんか喧嘩してるけど大丈夫。あー、で、ハルシーハルシー、大丈夫か。あー、ハルシーが犠牲になってしまった。じゃあ私は、じゃあ、マザープラント蘇らせる。ごめんね。ハルシー、無事だって分かってるから。君は不老不死なんだから、私は驚かないよ。さあ、マザープラント、いや、君は本当に強かった。君の健闘を称える。で、あー、で、なんかいろいろできるね。はいはいはい。奇妙な日常を求める。なんだこれは。最高に奇妙な日常を求める。こんなことできるんだ。で、あー、この願望の報酬はまだもらえないか。あと一人にワクチンを投与しないといけない。で、どうなる。さあ、ゆりかちゃん大丈夫。で、マザープラントは恐るべき苦労を振るい、大量の胞子をストレンジャーバレーの全域に撒き散らしました。こらやめなさい。町に胞子に支配されたシムが多数現れるようになり、謎の植物が開花時の状態に戻ります。待て待て、やめなさい。そうだねそうだね、やめさせることはできないか。しまった。私がますます事態をあれだね、複雑にさせてしまった。はい、じゃあ起きるよ。じゃあ家帰るよ。ハルシハルシ、起きて。やばい、どうしよう。大晦日の紙吹雪も湧く。あー、ハルシ大丈夫かな。まあ、とりあえず私じゃあ帰ろう。あー、よかった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 。もう心配した。てか、すぐに帰りやがった。私が心配してんのに。
もういい、ルリカ、ルリカじゃなくてモモカ、帰ろう。もうおじいちゃんなんか知らない。はーい、オッケーオッケー、マザープラント倒したぜ。じゃあそうだな、あと1個じゃあワクチン打ちましょうか。じゃあマシロお母さんにワクチンを、あー投与することはできないか、一回ストレンジャーバレーに行かないといけないな、ね、了解しました。つまりこれでストレンジャーバレー編は終了ということですね。いやー、ルレカちゃん大手からでございました。街を救って、またなおさら事態を複雑化させてしまったっていう結末になってしまいましたね。まあこれでなんとかストレンジャーバレーも救われたんじゃないかな。よし、お疲れ様でした、ルリカちゃん。これからも軍人としてね、頑張っていってもらいましょう。はい、それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみ。よしからチャンネル登録、これがお願いします。のっぺでした。さよならー。